しかったね、誕生日パーティー。マリのニューシャイニも相変わらず美味しくていっぱいおかわりしちゃった。ライブの余韻をもっと感じていたくて衣装のままでいたけど、さすがにちょっと寒くなってきたね。でもちょっと風が冷たくて気持ちいいかも。冬でもダイビングをしてるから結構寒さには強いんだ。大丈夫？あなたの方がちょっと寒そうに見えるけど。無理しないで先に戻ってていいのに。でもそう言いながら付き合ってくれるのは嬉しいよ。ありがとう。そろそろ日が暮れてきたから星が見えるかなって確認しに来たんだ。今夜は条件が良かったら流れ星が見えるらしいんだよね。このぐらいの雲だったら風に流れてすぐに晴れそうだし、どうしても星が見たいとかそういうことじゃないんだけど、みんなから星に関係した誕生日プレゼントをもらったから嬉しくってね。もし星が見られそうな空だったらみんなを誘ってみようかなって思ったんだ。というわけで、あなたも一緒にこれからみんなで流れ星を探しに行こうよ。ね、誕生日だけのわがままってことで。